Yeah, he said, if we don't win this game, it doesn't matter what we did in the first half. Absolutely.
that. Good job for today. No, enjoy no, for today. No, but first, today, the victory. So, that's why we have to be careful. で準備していきたい。2日から死闘っすよね。マジで千葉強いっすね。マジで強いっす。なんかもう点数離れる機会なかったっすね。いやでもめっちゃ嬉しいっすね、今日の勝利は。なんかチャンピオンシップの試合みたいな。もうやばかった。マジでやばい。去年のチャンピオンチームのトレーナーゲームだから間違いない。見てて本当チャンピオンシップゲーム。お互い好きねえもん。ミモサラさんですね。心臓に悪いですね。ちょっと若干でも。ミモサラ見てる人からしたらもう最高の週末だよ、ね。しびれるよ。良かったんじゃないですか。もうそれしか言えないですよ。会場が一体となって勝った試合じゃないですか。めちゃくちゃしびれたんですけど、こっち側見てる側はこっちは心臓に悪かったですね。こっちも心臓に悪かった。結構最後ね、リバウンド勝負って言ってもらう最後です。見上げちゃう。危なかった。やっぱりこういうタフなゲームをした後にファッてやっぱこうどうしてもなりがちですけど、そこはやっぱグッとやっぱしっかり戦い切って、でまた西地区の名古屋戦が来るんで気持ちが切れる瞬間はないです。もうそれを思いもうずっとこうなんだろう、体を休めても気持ちの面で常にこうなんだろう、リラックスしすぎずに集中していきたいな。